どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、分け目がね結構パックリ分かれたりとか、トップにボリュームが出ないという方って結構いらっしゃるかなと思うんですけど、結構ね僕もお客様でかなりそういう意見をいただくんですね。それの、根本的な直し方、あとちょっとね面白いグッズがあったんで、これを使って、解決していきたいと思います。で、根本的な原因なんですけど、乾かす時に多分分け目がパックリと分かれた状態で乾かす、そういうことだって結構多いと思います。で、そうすると分け目がピッチリとなって、あとはこの辺がボリュームが出ない、こんな感じになっちゃいます。朝この分け目を隠したりとか、あとボリュームを出そうと思ってもなかなかボリュームが出なかったりとか、分け目が綺麗にボケないっていうことも結構あると思うので、それの解決方法を今日は紹介します。大体の方がなんですけど、朝起きた時に分け目を隠したりとかボリュームアップする時にやりがちなこと、乾いてる状態でちょっと分け目を変えようと思って、反対側から髪の毛を持ってきて、でこのままドライヤーをかける。そうすると確かにボリュームが出たりとかはするんですけど、時間経った時にこの分け目がパックリと分かれてしまう、で結局元通りになってしまうっていう恐れがあります。もう一パターン、朝しっかりと頑張って水スプレーとかでねこう濡らす、で濡らした状態で分け目をねちょっと変えて乾かしたりとかしてスタイリングをする。この時に完全に根元が濡れてなかったりしたりとかすると、こう分け目がやっぱり簡単に綺麗に消えない、プラスどういう風に分けたら綺麗に分け目が消えるかっていうこともできない方もいらっしゃるかなと思うので、これの分け目の隠し方だったりボリュームアップの仕方をしっかりと今から紹介します。じゃあまず、やっていくんですけど、最初にねここで濡らしていきます。で濡らしていく時にこのまま濡らすのではなくて、少しだけですけど髪の毛にね空気感を入れるように根元をこう持ち上げた状態で濡らしていきます。そうすることによって髪の毛ね、この内側も外側も全体的に髪の毛が濡れるので、まずはこういう風にして濡らしてあげる。なるべくまんべんなく濡らしたら、その後に櫛で溶かしていきます。でこの時にまた同じ分け目で溶かしてしまうと意味がないので、少しいろんな方向に向かって溶かしてあげる、これがまたポイントです。でさっきの分け目よりも少し横で、これは綺麗に取っても汚く取っても大丈夫です。さっきはだいたいこの辺だったんですけど、少し横あたりで取ります。ここでドライヤーで乾かしていきます。全体的にね溶かして、で乾かし終わった後に一番最初の分け目あるじゃないですか、この分け目、これがあまりねこうパックリと分かれてない状態を確認してください。ここでまだ割れ目が出てたりとかすると完全に分け目って隠れてない状態なので、もう一度濡らし直して同じように乾かします。もうこの状態で今は分け目がなくなってる状態になるので、ここでダイソーさんのふんわりコーンを使います。乾かした分け目よりも少し横側から櫛を入れて反対側に溶かす。で1回じゃちょっとジグザグが綺麗に出なかったりとかするので、何回か溶かしていきます。でねちょっとぐしゃぐしゃになったりもするので、少しねこう調節しながらやってください。でちょっと手櫛で整えていくと分かりますかね、少しボリュームが出てるのが。アングルを変えると正面から別アングルで見るとこんな感じです。コーンを溶かしてボリュームを出した後にちょっとね毛束感を出すように指でねつまみながらやってあげるとボリュームが綺麗に見えます。お人形さんでやってるのであんまりね細かい毛が出てなかったりもするんですけど、細かい毛が出てる方に関してはここでちょっとだけスプレーをかけてあげると細かい毛が治ります。こういったハードスプレーとかでこの部分をつまみながら少しだけスプレーをかけてあげる。そうするとね細かい毛もちょっと落ち着いて、なおかつボリュームもキープできます。でこういうスプレーをつける時もちょっとね毛束をつまみながらやってあげると形が綺麗になりますので、こういう毛形が出やすい方だったりとかキープしたい方はこういう風にやってみてください。はい、ということで、こんな感じでお送りしました。まずポイントのおさらいなんですけど、
パックリと分かれる分け目、これの直し方ってすごく重要なんですよね。なので、今回やったのはしっかりとまず濡らす。で、濡らしたのをこう均等にね、髪の毛に行き渡らせるように、櫛だったりとかで溶かす。その後にちょっと自分の今パックリ分かれてる分け目よりも少し横で分け目を取り直す。で、乾かしてあげて、で、乾かした時に元々の自分の分け目があんまりねパックリと分かれない状態までにする。で、それを確認したら次にふんわりコームでその横から溶かしてあげる。で、そうすることによって分け目が隠れて、ふんわりと髪の毛がなります。その後でね、細かい毛が出てくる方に関してはスプレーで少しねこう細かい毛をカバーしながらスタイリングをしてあげると。その時にね、少しこうつまみながら、指でつまみながら形を整えてあげると、お好みのね、ボリュームアップのヘアスタイルになるかなと思いますので、ぜひその方法で皆さんお試しになってください。今日もね、最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆様のためになるような動画を一生懸命作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。